新型コロナによる需要の低迷で米の価格が下がり、農家が打撃を受けているとして、県内の市町村長が県に支援を求めました。今日は県の市長会と町村会の代表者11人が県庁を訪れ、佐野副知事に要請書を手渡しました。要請書では農家への運転資金の支援や市町村が実施する支援制度への財政措置などを求めています。まさに災害と同じでありますので、緊急的なこの災害対応と同じような形で、今年の大幅減少に伴う補填策、そして来年度に向けての生産意欲が後退しないように意欲を持って取り組めるような時期策への取り組みをぜひお願いをしたい。 JA から農家に支払われる前払い金、概算金は今年主力品種の一目惚れで60キロ当たり9500円と、去年より3100円の大幅な下落となっています。